ビットーリオ・アメデオ三世はサルデーニャ王国の第三代国王カルロイ・マヌエーレ三世と二度目のヒポリッセナダッシア・ローテンブルグの子ビットーリオ・アメデオ三世1726年にトリノで生まれ即位するまではサボヤ公という称号だった1773年に父が亡くなると大いについたフランス革命が勃発する前はサルデーニャ王国で 内政改革を推進した。フランス革命の勃発直後、亡命してきた娘婿アルトワ・伯爵とその妻子を保護し、1791年にはアデライド王女とビクトワール王女を保護した。第一次退伏内同盟にも参加したが、モンテノテの戦い、日程島の戦い、モンドビの戦いなどで連敗し、パリ条約を結ばされて同盟から脱落した。同年に病没し、 トリノのスペルガ聖堂で埋蔵され、後を、長子のカルロエマヌエレ4世が継いだ。ナイーブだが、家臣には、その寛大さで愛されたという。1750年に、スペインをフェリペ5世と、5歳エリザベッタ・ファルネーゼの娘、マリーア・アントニアと結婚した。結婚生活は良好で、マリーア・アントニアが、ビットーリオ・アメデオ3世の政策に影響を与えることはなかったという。 二人は六男六女を設けた。カルロエマヌエール四世、マリーアエリザベッタマリーアジュゼッピーナルイーザ、フランス王ルイ18世と結婚。アメデオアレッサンドロ・モンフェッラート公。マリーア・テレーザ・フランス王・シャルル10世と結婚。マリーア,アンナ・オジ・シャブレー公・ベネデットと結婚。ビットオリオ・エマヌエール一世、マリーア・クリスティーナ・ジュゼッピーナ・マウリツヨジュゼッペ・マリーア、モンフェラート公。 マリーアカロリーナ・アントニエッタ・ザクセン・オー・アントンと結婚。カルロ・フェリーチェ・ジュゼッペ・ベネデット・モリアーナ・ハク、アスティ・ハク。ありがとうございます。